TV。 はい、こんにちは、サイフォン TV の萩原です。今日はどこにいるかというと、岩手県盛岡市だと思うんですけど、こちら、これダムの上流側ですが、綱取ダムというダムに来ました。あ、今上をトラックが走ってきた。ダムの上が普通に一般道になっているね。ここは、綱取ダムです。岩手県が管理している多目的ダムみたいなんですけど、ちょっと全く予習しないで、来たので、ちょっと時間ができたので来てみたので、ちょっと全く予習してないんですけど、とりあえず向こうに、本体の方に行ってみようかな。綱取ダム完成昭和57年10月って書いてあるね。ダムの上は、堤体の上は一般道に、2車線の一般道路になってます。ここから横から見えるかな。あ、なんかでもちょっと面白いな。ちょっと草が下の方生えてていまいちよく見えないけど、まああれだね、いわゆるあの天場に一番上に非常用洪水脇がずらりと並んで、で真ん中辺に、あ、でも結構下の方だな。なんか多分あれが常用洪水脇のゲート室なのかな、ちょっと分かんないですが、がある。で両側に、低止動流壁といって、その非常用洪水脇のサイドから流れ出た水をキャッチする壁が、低止動流壁っていう壁が立っていて、で最終的に一つにまとまるっていうタイプの、まああのなんというかオーソドックスな県営ダムなんかによくある、県営の多目的ダムなんかによくあるタイプのダムですね。天場は歩道がないからちょっと怖いけど、真ん中辺まで行ってみましょう。車に気をつけつつ、お、放流してる。あ、あれなんだろう、下の方になんかバルブなのかゲートなのかわかんないけど、あそこから放流してるね。あれ常用洪水脇なのかな。でもこっちにもなんかゲート室みたいなのがあって、こっちはなんだろう、謎。あ、下の方になんか、あそこも公園みたいになってるので、後であそこにも行ってみようと思います。それで、これがいわゆる低止動流壁というやつね。この、非常横水脇てっぺんから越流してきた水を、まあ、ここの壁が受け止めて、でこのフーチングの階段で、減衰しながら下に落としていくと。なんかライトアップできるような照明設備もあるね。また下流の川が細いな。あの勢いのいい放流はあれは何だろうな。発電所はあっちかな。あの小さい建物が発電所なのかな。ちょっとわかんないですが、でも最大使用水量1トンって書いてあったから多分あのぐらいかな。ちょっと何とも言えないですが、確か昭和57年完成って書いてあったと思うんですけど、まあ、 あの全体的なこう作りがね、まあ、どこっていうとなかなかこう明確に答えづらいんだけど、まあ、昭和50年代後半60年代前後ぐらい のダムっていう感じがすごいしますね。じゃあ、ダムカードをもらいただいて、で、堤体の下に行ってみます。今管理事務所に来たんですけど、ダムカードをもらいに。1階展示室無料開放中って書いてあるので、ちょっと展示室を見てみようかな。
すごい、こんなのがある。はい、放射マップ。これか。じゃあ、ちょっと僕も刺させていただこうと思います。東京から来たので、東京の、あ、うちの近くも結構人いますね。はい。無事刺しました。地元の人と、あと関東の人が多いね。でも、岐阜とか、愛知も。魚。あ、すごい、模型が2つもある。あ、なるほど。あれなんだね、あの、ゲートの機械、ゲート室みたいなのが下流にボコッと飛び出てたのは、あれは主ゲートなので、いわゆる洪水調節で使う、まあ、いわゆる常用洪水ガキだね。で、さっき水がドバッと出てたのは、こっちで、利水放流管って書いてあるので、まあ、下流で水が必要な時に、放流するためのもの。で、それとは別に発電所がついてるんだね。この発電所の中にある発電機の模型がすごい可愛い。あとこのゲート操作室の中にあるゲートのシリンダーとか、利水放流管のバルブのところの予備ゲートのシリンダーとかもすごい精密に再現されて、この模型すごいな、いいな。予備ゲート巻き上げ室のこの巻き上げるワイヤーのドラムとかウインチなんかもすごい細かく作ってある。この模型いいな。こんな立派な模型があるんだね。200キロワットか。無事にダムカードを、無事にってなんだ、ダムカードをいただきました。じゃあさっきあの天場から見えた下流の駐車場というか東屋みたいなのがあるところに行ってみようと思います。ダムの放流による増水に注意。この川の上流に、これ上流って書いて上の方って読むんだね、に綱取ダムがあり、時々ダムに溜まった水を流し、この川の水が急に増えることがありますから注意してくださいということで、ダムのすぐ下流にやってきました。そんなに大きく、あの高さがすごい高いダムではないけれど、あのなかなかやっぱりさすがにね、下流から見ると迫力がありますっていうコメントは僕はどこのダム行っても言ってますね。これは綱取ダムは、岩手県盛岡市を流れる北上川水系中津川かなに作られた、重力式コンクリートダムで、堤高が59メートル、堤長長247メートルです。総貯水容量1500万トン、1500万立方メートル。岩手県が、建設して管理をしています。1977年に着工して、1982年、昭和57年だね。1982年に完成しています。目的は FNW なので、洪水調節と、それから下流の、流水な正常の機能の維持。まあ、下流の水、川のね、水が枯れないように、溜めた水を流しているのと、それから、上水道用水、盛岡市の上水道用水を担っているそうです。だからあれだね、さっきあの、展示室みたいなところに小学生からのこう見学のお礼のお手紙みたいなのがいっぱいあったんだけど、まあ多分きっと盛岡市の小学生
にとっては社会科見学に来る場所なんだろうね、きっとね。あと発電、そうだ、あれ発電所で発電もやってるんだけど、多分そんなに規模が大きくないので、ここのダムカードには書いてないけど、でも管理用なのかな、管理用発電とは書いてなかった気がするんだけど、ちょっとまあその辺謎ですが、ダムのすぐ下流では川の流れが急に変わることがあり非常に危険ですので、水遊び、魚釣りなどで川に入らないでください。ダム見学はどうなんだろうね、ダムを見たいから川に入る、いや入りませんけど、あーでもここまでしか行けないか、なんか近づくとあれだね、逆に本体が見えづらくなっていくっていうダムのジレンマがありますが、まあここまでかな。さっき上からは放流してる、バルブで放流してるのが見えたけど、ここからだとちょっと福ダムから放流してるのが見えるぐらいで、放流調節の時もここからだと放流は見えなさそうだね。でもあのいわゆる自治体系のダムですけど、まああの下の方にね、あの常用洪水脇ちゃんとゲートがついてて、いいですねこれ、なんかアグレッシブに洪水調節ができそうな、まあ、勝手なイメージですが、あとあそこ、あの常用洪水脇のゲート室のさらに上に2つ窓がついている、ちょっと飛び出ている部分、あそこがなんかすごい司令室っぽい感じでいいね。なんかこうあそこにこもってダムの大雨の時にダムの操縦をしたいはできないと思いますけど、あ司令室っぽい感じがすごいいいね、あそこ。あとあの常用洪水脇のあの窓が縦にねたくさん並ん 4階分ぐらいの高さで縦に窓が並んでるのもなかなかかっこいいなと思います。まあこのぐらいかな。というわけで、あ、綱取りダムって思ったんですけど、あの綱取りダムでしょこれ、あのまあもしかしたらもうすでにそういうのやってる人いるかもしれないですけど、あの力士がさ来たらいいんじゃないですかね、こう祈願に綱取りをしたいという祈願で、力士がここに訪れて見学して、もうなんなら分かんないですけど一日所長とかやって験担ぎにすごいいいんじゃないかなとふうに勝手に思いました。あのもしかしたらもうやってたりそういう験担いでる力士の人いるかもしれないですけど、まあいないかな、分かんないですが、はい。というわけで綱取ダムを、まあ、簡単にですけど見学しました。盛岡市からだいたい盛岡駅からだいたい車で10分、15分、20分ぐらいで着くと思うので、盛岡周辺のダムを見るときにはぜひ一緒に巡ってみてはいかがでしょうかと思います。あとあの管理所の1階の、ね、展示室もそんなに広くはないんですけど、すごい見どころたくさん、模型も2つもあったりとかね、図面とかもすごいたくさんあって、なかなか見どころもあったのでぜひ立ち寄ってみて、あのダムカードをもらいに行くときにぜひ立ち寄っていろいろ見てみるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、この動画がいいねと思ったらいいねボタンを押してください。それからチャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。